私この街が好きです。ハロウィンなんで今日はキキです。魔女宅なの。魔女宅でございます。はい、はい、じゃあこれ普通に、はい、ということでどうもー、ミラ夫婦でーす。ミラ夫婦でーす。今回何でしょうか。今回は玉ねぎを植えたいと思います。はい、玉ねぎをね、植えたいと思います。はい、それでは、チャンネル登録コメントグッドボタンもどうぞよろしくお願いします。メンバーシップは強化中でございますね。そちらもどうぞよろしくお願いします。登録、登録というグダグダか加入をお願いします。はい、ということで登録しね。はい、しません、しません。こうやらんと。やりなさいよ、あなたが。やってください。やりません。やらんと先に進まんけど。もう、めんどくさい。ということで、これはやりたかったみたいで。じゃあ、行きましょう。はい、行きましょう。はい、さあ、行くぞ。飛ぶんだ、ジジイ。プリプリ。プリプリ。ジジイ、早く飛んで。ジジイね。あ、ジジイな、ジジイじゃなくて。ジジイ。いくよ。いけいけ。すげえ邪魔じゃん。すげえ邪魔。わが家先生暗くなるんだ。あ、いけいけ。飛べ飛べ。飛べない。それでは今から玉ねぎの定食をしていきます。こちらのマルチを張った畝に植えていくぞ。ということなんですが、今回ですね、なんか前回なんか3種類買ってますよって言ってた気がするんですが、実は2種類でした。なので中性と晩性が100本ずつ、なのでこっち側とこっち側で、あ、分ける。はい、上分けたいと思います。はい、やりましょう。じゃあ植えましょう。こちらを中性、こちらを晩成。穴開けてたみたいな。うん。え、上ながらじゃなくて？うん、もう全部穴開けて。うん。あなた軍手ないの？軍手しない派？うん。どこあるん？軍手ないと。さっき持ってけこんかったん。持ってこんかった。100よ。左右？真ん中？三つ上でも無理じゃん。この前数えた。数えた。三つ上で足りるかな。そうね。3、4、すげえ破りにくい。本当にもう帰る時間だって言ってる。もう何個開けたかわからんくなったじゃん。このキキの服さ、もう尻丸出しじゃけんちょっと怖いのよ。いつもお尻汚れるじゃん。それが素で汚れるけん怖いなって思ってる。あ、そうって腹立つ。2、4、6、2、3、4、いい、変わって1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。本当はトンボの衣装があるウォーリーでいいんじゃない。ウォーリーじゃいけん。トンボウォーリーじゃない。上の服赤いしましまっていうイメージだけどな。じゃあ植えてくよ。こっちも穴開けよう。もみじ3号晩成、こいつが晩成だった。晩成こっちの方がいいの。こっちが晩成じゃね。植えるよ。100本果てしないな。ほじ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 して植え植え、ほじほじしてもみもみして、もみをほじほじかけかけ、ズボ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 、シコシコはないね。やめろ。やめろ。ほじほじ。お前の出すな。シコシコ。ズボズボ。かけかけ。お前の落とすの。シコシコ。うるさい。マジうるさい。この細いやつも数に入ってんのかしら。なんかちっちゃい虫が俺の何かな。分からん、青虫かもしれん。腹ペコの青虫さんたちがいっぱいおるけんね。そんなんじゃない。何見たのがあるよ。困る。この細いのも合わせて100本なんかな。すぐお風呂入らないけよ。
すぐお風呂入るよ。やばい、30分で終わらせなければ暗くなってしまうというのに。30分で終わる気がしないぞ。苗がひ弱すぎて。去年もひ弱だったよ。確かに玉ねぎの苗ってひ弱なのよね。弱すぎんこれ。鬼みたいなのめっちゃおるんだけど大丈夫なの。もみ殻入れとるけんかな。もみ殻というか米ぬか入れとるけん。ちょちょ頑張れ。絶対ダニだね。普通のダニだね。頑張れ。100本以上ある気がする。すじりなのにダニ来られたら困る。ママ。すじりにね。すじり。穴開け終わってねえな。すじりを守らなければ。なんかもう玉ねぎの時期とか早いな、うん、玉ねぎはマジで使えるけどな。そうなのよ。今年分はもう足りないからね。2フットでどうだろうね。なんならママはね、うん、あのどっか開けばさ50本早生が欲しいわけよ、うん、売っとるやつ早い。そうそう、蚊がいるんですけど。お前の周りだけしかおらんで。なんで臭いけん。おい待て、二酸化炭素って言え。匂う。いやいや蚊に匂いなんて関係ない。二酸化炭素だ。やばい、別の問題が発生してきた。何？足がしびれてきた。ひどいひどい言い方ひどくない。お前のケツに蚊おるわ。え、蚊がおるわ。ちょ倒して。倒さん倒さん。え、噛まれればいい。すじりじゃない。え、すじりよ。ママはすじりなのよ。すじが好きなの、本当に。え、話が通じないわ、この人、はい、ちょ、ダメだ。動きながらやらないと。足が限界を迎える。こっちに来たらカモ来れまい。そっちだともみんな見えんだもん。待って、ママのケツを拝んでいて、しばらく。ケツなんかそんな格好で見れるわけないよ。え、想像して、想像して。みんな想像力豊かな人たちだと思っている。大丈夫、元に戻るから待ちなさい。全然もうそんなのダメよ。え、全然面白くない。え、いつも尻なのに。よいしょ、あなたまだ開け終わってないの。そんなの関係ない。こっちには蚊がいるのよ。そんなの関係ねえって言って。え、そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。お前も関係ねえ。はい、おっぱっぴ。はい、はいせ、はいせ、はいせしとるわ。いや、本当に100本なのか。マルチって必要なの。え、マルチ必要なの。冬だけ必要なんじゃない。寒くなるけん。そういうことじゃなくて。はい、おっぱっぴー来た。ズボッと刺してズボッと入れたらいいんか。そう、ズボッと刺してズボッと入れてる。このね、細い子たちが100本のうちに入ってるのかどうかがよくわかんない。パパ、ここからやってよ。なんで。ここ鶏か。腹立つ。
腹立つ。あんまり腹立っても行く意味ないでよ。噛んだ噛んだ。こう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 。うまいじゃろでも。こここ言うのうまいじゃろ。おいノーコメント。ちょっと入れたらやん。玉ねぎって深く植えるイメージなんだが、去年すごい頭で取ったけ、もうちょっと深く植えてほしいのよ。去年は浅すぎた。これ1個変えて。うん、いいよ。去年は浅すぎました。杉菜です。同じのを狙っていたね。浅すぎたらすぐにね、頭が出てくるからね。上からバイオドかけた方が早いよ。そしたら土と隙間にマルチが挟まるじゃん。ネギッチです。え、急に急になの。急に急に出てくる。急すぎるよ。いろいろ急すぎるのよ、パパ。ネギッチです、急に。なんか玉ねぎって心配になるよね、うん、倒れとるけ。去年もなんかちょっと心配だったけど、ね、大丈夫なのかなこれ、うん、だいぶ心配だったよね。ずっと心配だったよね、うん、なんかすごい倒れとるけど、え、立ち上がらんけど大丈夫なんて、すごい心配した記憶がある。それがこれ失敗したらもうアウトだぞって。そうよ、この数やって湧いてないよね。お前どういうことや。なんで湧いてたの。え、ここ、こっち、こんなにここ、ここ、こっち、ここ、こっちこんなにこっち側なの。どうした、なんかあった、うん、なんかあった。いや、何もないですけど。これ幸運っていう。興奮してるわ。興奮しすぎてお前動揺してるが。これ興奮って言うんじゃん。ここ夜だけなのに、うん、ここちょうどいいぐらいか。もしやねえねえ、100本以上ありそうじゃない、うん、数えた。いや、数えてないんよ。数えてないっす。だいたい100本なのかな。だいたい100本なのかな。全然ある。そうなんよ。これは話が違うぞっていう話になるわけですよ、うん、え、はい、急に、はい、急に。キャロットいっぱいこうある。あ、そうそう、忘れとった。キャロット、なんで英語なん。え、なんで英語なん。英語でもいいな。英語でいいか。なんだけど、人参でじゃん。やばい、足が痺れた。痺れ、痺れやろう。考えた挙句やろう。玉ねぎのネギネギよと。急に。全然あるぞ。全然あるぞ。話が違うぞ。かつ間違えてないの。蚊が来た、蚊が来た。パパの方に行け。わしより匂いが強いやつ人がおるけん。いやいや、蚊に匂い関係ないんだ。関係あるって。二酸化炭素だってよったじゃん。関係ある、匂いがもうすごい出たね。なんなん、蚊に好かれる匂いって。すごいあるんだ。うん、噛んだね今。噛んでない。え、噛んでない。滑舌が悪いだけ。それも噛んだに等しいのよ。すごいあるんだが本当に。え、こんなにあったらちょっと困っちゃうね。うん、植えるところが困っちゃうな。急にリンダが出てきた。リンダだった。これリンダじゃろ。あ、そう、うん、すごいあるぞ。どうする。これちょっと残しておく。ちょっと俺抜いたぞ。え。ちょっとお願い。ちょっと待ってよ。なんかある。
この端っこをね、穴開けてなかったっけど、ちょっとこっち開けるね。それでは続いてこちらのうね、こちらネオアース中盤線植えますわよ。じゃあこれを残しておかんときね、カイト、あ、それ残しとく、そう、これを残しておく。中盤線これ100本以上あるのね。うん、あるね。約100本なんだろうね、これ。や、約100本にしてもグラムでやっとんかもしれんな。20本くらい多いけど、こんぐらいありゃ100本みたいな感じでやっとん。これは畝余ったら早生植えようと思ってたママの計画ダダ崩れよ。もう無理ちょっと新しくどこかに畝こさえな。ちょっと綺麗にしてこさえようね。あれ、わし考え、あれ、そうだね、150の50だった気すんよね、買った時。100だったのよ。でもお姉さんちゃんと調べてくれてたからね。数数えた言うた、数数えたは言うてない。だって束ですでに出てきたんだもん。お姉さんちゃんと100本って数言うて、数えてみ、ちょっと100本以上だったら困るんでって、ぴっちり100本でお願いしますってひどすぎるよね。え、多くて文句言われることあるのってなるやつ。ふじふじ、地味だね。地味だね。これをさ、玉ねぎ農家さんとかやるのすごいよね。自動でできるんかな。自動でできるんじゃない。機械あるん。田植えの機械があるぐらいで、あるんじゃない。え、あるんかな。なんかマルチはさ、機械で貼れるじゃん、うん、玉ねぎ機械で植えれるんかな、うん、マジで。すごない。全部手作業なんですけど、全部作業なんですけど。あ、一個飛んでった。なんでなん。なんでなん。久しぶりに出たな。なんでなんでなんでなん。なんでなん。なんでなん。なんでなんの歌。なんでなんでなん。みんな初聞きでしょ。パパの歌だからね。違うよ。ママの口癖の歌で。世には出回ってない歌だから。これが なんでなんの歌よ。なんか玉ねぎが寝転がりすぎてどこに植えたかがわからん、うん、地味、作業が地味すぎる。超地味じゃね。暗くなってきたし、うん、はい、終わらせん。ほんとよ、ジジが見えなくなってしまう。違った、キキが見えなくなってしまう。蚊が来た。やった、いけいけ。久々の蚊だ。なんかさっきずっと襲われてたぞ。玉ねぎを追加で植えなきゃいけない。ちょっとここ開いてないんですけど穴。開けてごらん。開けてごらん。どういうこと？あなた穴開けて歩いてたんじゃないんですか？ご覧なさい。どういう、4つも開いてないんだけど。あ、まだおるんだね。いるよ。さっきからママ襲われてるから。どういうこと、この穴あきおじさん。穴あきおじさん登場よ。え、今噛んだよね。いつだってズッコン。やめろ。はしたない。ほんとだよ。ほんとだよ。分かってんだったらやめなさいよ。よいしょ。そんなの常識よ。標識だったら困るんだけど。ピーヒャラピーヒャラ踊るポンポコリン。言っちゃったもん、ポンポコリンって。ピーヒャラピーヒャラ
お腹が減ったね。何も食べてないけど。パパね。よいこら、小一。お腹がペロリ。違う、お腹がペロリおかしいよね。パパパラリアズッコンバッコン。やめなさいよ、もう。本当にやめて。何よ。それ。それって何？もう本当品がない。だけど、そういうあれじゃけん仕方ないよ。どういうあれなん？何だっけ、なんとかおじさん登場だ。卑猥なおじさん。違う違う。何だっけ。違う違う。アニメの歌でそんな歌詞ないけん。驚く。またこっちも余りそうだな。困る。困る。間違ったやつ渡されたんじゃないの。すごい量多いぞ。でも束に 100本束って書いてあるんじゃけん。間違いようがないのよ。もう一個の畝作ったとしても足りんぞ。そりゃないよ。だってこの長いので100本植えれるんでしょ。そしたらあと40くらいじゃけん、ね、多分2つ合わせて。でも40か、考えもんだな。考えもんですよ。このほじった時にさ、うん、指に石が当たるのが気になる。ほじった時にね。どういうこと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 。ほらカラスが早く帰らなきゃ暗くなるよって言ってる。暗いか。そうだよ。やばいやばい。すぐ暗くなる。うわ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 。これちょうどよくいいんじゃないか。ん？100の250頼んだね。あ、じゃあ100の150頼んだね。で、100本束なんだって。買った時のやつ覚えてる？覚えてない。発注をどうしたかっていうことの方が大事やけ。来た数がどうのこうの。いや、来た数がどうのこうのじゃろ。150とか言うの。これだってちょうどいいじゃん。ん？ちょうど100本ぐらいじゃん。でも総数200しか頼んでないの？いつだって忘れないよ。エジソン？玉ねぎは。偉い人？たまたまよ。もうパパがめちゃくちゃにするけん。めちゃくちゃなパパよ。うん、ほんとよ。それでもパパよ。もう向き変えたりせんで。絡みついてくるんよ。綺麗に取りなさいよ、後のこと考えて。取れない、取れない、それ取れない。ここら辺に落ちてる、なんかちっちゃいの使って。できたらでかいの使いたい。よし。あ、まだ植えてないよ。ここここ、そこそこそこ、ここここ一個でも多く植えるんだ。そうだよ。よし、こういける。はい、結局こちらも余ったわよ。10本ぐらい余った。うん、あっちは余りすぎじゃろ。まああれも一緒でいいんじゃないんか。別に収穫時期いいや。これね、うん、もちろん一緒にしとけよ。っこらい、終わったぜ。オッケーオッケー、余った。追加で植えなければ。追加で植えるよ。追加で植えるよ。また後日だよ。よし。はい。ということで、何だっけ？玉ねぎ。うん。玉ねぎを、晩生と中生を。はい。植えました。植えました。
なんか晩生の方がすごい多かったよね。そう、すごい余ったのでちょっとまた畝を作りなければなりません。作らないといけないんですけど、うん、ちょっと場所がねあんまりないんですよ。そうなのよ。まあ、なんせあの2種類植えました、はい、でこれで200個ぐらいです、うん、96ぐらい。そうね、だいたいもう両方で200個くらいすでにあるのですが、うん、あと 2,30 本あるので、うん、それも追加で植えなければ、ね、ちょっともったいないんで使おうかなと思います、うん、あ、うん、きゅうりあれしたいね。もうきゅうり、うん、うんうん、きゅうりをあれしてから、はいはいはい、なんか植えるつもりだった、うんうん、いえ、ないだろ。インゲンはまだ取るよ。インゲンまだ取れます。そうなんですよ。きゅうりそうですね。まあそんな感じ、はい、でここもそうね、ここにもちょっとね、そう作って、うん、ちょっとまあそれを来週ぐらいにまたやります。やれたらなと思います、はい、じゃあ終わりましょうかね、はい、それではチャンネル登録、コメント、グッドボタン、まだよろしくお願いします。それではグッドボタン、ありがとうございました。私この街が好きです。私この街が好きです。はい、チャンネル登録とかね、ゆたメンバーシップは強化中でございますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。それではありがとうございました。同じ、分かった分かった、ここ植えてない。分かった分かった分かった、あの人しつこいのよ。